というわけで、ラスト2曲でございます。この屏風全体の世界観をメンバー全員でお届けしたいと思います。よろしく。江戸の昔に描かれる人間模様の金魚、空を包んだ雲行に筆のすさみが揺らつぶし、そんな文句はどこ吹く風と身分異なる人々が十人一人でふんどしてこの様お高にゃかのせて聞くは祭りの笛が人々の心を忍んで最後の一曲。